泉京花女刑事草深あたり県庁警察署師範中学新聞社丸の内を指して朝ごとに出勤するその道その道の紳士の最も遅刻する人物ももう出払って初夜の9時10時のように 朝の九時十時ごろもひとしきりは魔の者のにひっそりする草深町は静岡の侍工事をからからと引いて通る一台艶やかな幌に弱がりの澄み渡った富士を透かして燃え立つばかりの鳥毛のけこみ友禅の背中当てをした高台細骨の車があったあの根の冴えた 軽い車のきしる響きは、例のがお出かけに違いない。昨日、東京から帰ったはず、それ、衣替えの姿を見よと、小橋の上で止まるやら、旦那を送り出して引っ込んだばかりの奥からわざわざ駆け出すやら、羽鶴べの手を休めるやら、女連れが上も下も等しく見る目をそば立てたが、車は確かに軒に藤棚があって、 下を田水が流れる日の晩小屋と相方の辻の帳場で近頃塗り替えて島山の奥方に乗り染めをしていただくと10日ばかりとっておきの一物に違いないが風呂敷包み1つ乗らない空車を引いて車夫はかぶり物なしにかけるのであったものの半時ばかり経つと同じ車は通りの方から勢いよく茶畑を走って 草深の町へ引きき込んできた時に車上にいた者を折から行き違った土地の豆腐や八百屋のりはどうですねと売って通るかみさんなどは若竹座へ乗り込んだ役者だと思ったし旦那が留守の座敷から縁越しに伸び上がったり玄関のついたての陰になって差しのぞいた奥様連は千鳥座で金色夜叉をするという新役者の あれは寛一になる誰かだと立ち騒いだ。力がまたこっちへ来ると、ちとおかしいほど男ぶりが立ちまさって、なぎはなしの髪も洗ったようにみずみずしく、色もより白くすっきりあく抜けがしたは、水道の名残は争われぬ。土地の透明な光線には、ほこりだらけな洋服を着替えた、酒井先生の暁を拝領者らしい、 黒二つともえの紋付の羽織の中ルなのさえ艶があって折り目がりりしい。久留米か薩摩か紺がすりのひとえもの、これだけは新しいから今年できたので、鵜の花が咲くとともにおつたが心がけたものであろう。彼はゆうべ呉服町の大東館に宿って、けさは夫人に迎えられて草深さしてきたのである。 仰いで千言の森の流るるを見うつぶして堀の水の走るを見たたちまち一打紅の雲あり夢のごとくまなこを遮る眠の花ぞと心づいて流れの音を耳にする時車はがらりと石橋に乗りかかって黒の大構えの門に火事が降りたここかえとひらりと出るへえ と、角内へ駆け込んでとっつきの格子戸をガラガラと開けてシャフは横ざまに身を開いて朝木裏をかがめて待つ歌舞伎門は旧式のままで敷居があるから横付けに玄関まで引き込むわけにはいかない男の子が先へ立って駆け出してくることだろうと思いながら力が帽子を脱いで雨上がりの松の脇を緑の露に袖すりながら 格子をくぐって土間へ入ると、天井にはカゴでもつってありそうな昔ながらの大玄関。と見ると正面に一段高い式台片隅の板戸を一枚開けて後ろの円から刺す明かりに黒髪だけ際立ったが向かった土間の薄暗さ絹の色朦朧と面影白き立ち姿夫人は待ちかねた体に見える。 会釈もさせず口もきかさず見向かえのにっこりしてまあ遅かったわねああご苦労よちょいと若い衆に声をかけたがさぞ寝坊していらっしゃるだろうと思ったのさあこちらへさあ口早に促されて急いで上がる力は明るい外から入って一倍くらい式台に高足を踏んでどんと板戸にぶつかるのも菅子は心づかぬまでいそいそして こちらへさあずっとここから「ほ,ほ市川菅女部屋の方へ」とすぐ縁伝いでハラハラと素足でさばくもっその音「市川菅女」と耳にはしたが玄関の片隅切って縁へ駆け込むほどの慌ただしさ力は足早に続くとっさで何の意味かわからなかったがその縁の中ほどで 初めて昨日記者の中で夫人を女役者だと外人にやゆ一番したああたたりだと気がついた気が付いて幹事とした時彼のこは口元に水ず鋭かったちょうどその横が重情で客間らしい作りだけれども夫人はもうそこを縁伝いに通り越して次の勘定部屋からずっといらっしゃいよと声をかける 力がためらうと「あら座敷をのぞいちゃいけませんまだ散らかってるんですから」と笑うこれはと思うと縁の突き当たり正面の大姿見に彼の全身かすりの紺も鮮やかに部屋へ入っている夫人がどこから見透かしたろうと驚いたその目の色までありありと映っている姿見の前にソファー一脚披露宴だから十分にゆとりがある 戸袋と向き合った壁に棚をつって香水香油おしろいの類花瓶まじりにブラシ櫛などを並べて洋式の化粧の間と見えるが要するに開き戸の押し入れを抜いて造作をし直して壁を塗り替えたものらしい薄もえりの窓掛けを九段のソファーと天戸の間へ引っ掛けて幕が開いたように絞った裾がなびいている 車で見たネムのお花はあたかもこの庭の黒塀の外になって用水はその下を門前の石橋続きに折り曲がって流れるので惜しいかな庭はただふたもともとを植え捨てた長方形の空き地に過ぎぬがその代わり富士は一目血を根軸から掘り返して将棋倒しに寄せかけたようなあらゆる峰を麓に抱いて 折からの青空に雪なす袖を翻して軽くその薄暮れないのネムの花にのっていた結構なお住まいでございますなここでつい通りなしかも適切なことを言って部屋へ入ると長火鉢の向こうに座った飾りをささぬ餌巻きのぬれ色が滴るばかりお難度のキヌセルにざっくり ちりめんのしまの羽織を引っかけて帯のゆるい無造作ないずまいはすぐに立てにもなりかねないよう横に飾ったタンスの前なる兄弟の鏡の裏へその玉のうなじにおくれ毛のハラハラとあるのがかよって新たに薄化粧した美しさが背中まで透き通るおしろいの香りは座布団にもこもったか 力が座わると福くいくたり「こんなところへお通し申すんですからまあ堅苦しいご挨拶はおよしなさいよちょいとゆうべはたご屋で一人で寂しかったでしょ?と」と火箸を押さえたそうな白い手がどうこの湯気をよけてちらちらして「ゆうべにもお迎えにあげましょうと思ったけれど一度寂しい思いをさしておかないと」 他国へ来て友達のありがたさがわからないんですもの。これからも粗末にして不実をするといけないから。とにっこり笑って、ちらりと見て。それにもううちが台無しですからね。私が一週間もいなかった日には門前ジャクラを張るんだわ。手紙一つ来ないんですもの。今朝起き抜けから自分で畑を持つやら吐き出すやら大騒ぎ。まだちっとも片付かないんですけれど。 あなたもつまらなかろうし私も早く会いたいからいい加減にしてすぐに車を持たせて大急ぎと言ってやったんですがねあの田舎の車だって早いでしょそれでも何よまだかまだかと立ってみたり座ってみたり何にも手につかないでごらんなさい身じまいをしたまんま兄弟を始末する方角もないじゃありませんかとうとう玄関のとこへ立ち切りに待ってたのどこ通ってらして 返事も聞かないで、ボンボン時計を打ち仰ぐに、象牙のような喉を仰向け、胸をそらした片手を畳みえ。まあ、まだ1時間にもならないのね。半日ばかり待ってたよ。うよ。途中でどこを見てきました大東館の時期こっちの大きなわさびの看板見ましたか郵便局はあの右の手の広小路の正面にレンガの建物があったでしょ県庁よ。お城の中では ああそう早瀬さん、たんと上がってちょうだい、おタバコロシア巻きだって、もらったんだけど、島山はちっとも飲みませんから。それから、名物だと言って、扇屋のまんじゅうを出して茶をほうじる手つきはなゆやかだったが、鉄瓶のはいまだたぎらぬと、どうこから湯をくむ秘釈の絵がへし折れて、短くなっていたのみか、二度ばかり土瓶に移して、もう一杯、どぶりと突っ込む、大いなく抜けて、絵になってしまったので、 まあと飛んだ顔をして斜めにとって見透かした風情はこの人の縁なるだけ中挿しのべっ甲のふを日陰に透かした趣だったが「しようがないわね」と笑ってその絵を放り出した様子は世帯のことにはあまり心を用いない学生生活の面影が残った力が「子供らは」と尋ねると 2人ともばあやが連れて土産物なんぞ持って東京から帰った知らせ方々朝早くから出向いたとある河野のお父さんの方もないない子供を出しに使って東京へ遊びに行ったことを知ってるんですから文句は言わないまでも苦い顔をしてひげの中から人に並み睨むに違いはないんですものありがたくないわ母さんは自分の方へ娘が慕って行ったんですからご機嫌がいいでしょう もうちょっと経つと帰っととつ帰てきます。それまでは私、里へは顔を出さないつもりで、当分風邪をひいた分よ。と、火鉢の縁に肘をついて、男の顔を眺めながら、魂の抜け出したようなあどけないことを言う。そりゃあ悪いでしょう、と力がかえって心配らしく、向こうからどなたかおいでなせりゃしませんかあなたがお帰りだと知れましたら。 来るもんですか兄さんは忙しいしまたちっとでも姉さんを出さないのよ大デレデレなんですから父さんはねそれにねこの頃は家族主義のことについてちっとまとまった著述をするんだって母屋に閉じこもってドキドキは何よ一日蔵の中に入りきりのことがあってよ蔵には書物がいっぱいですから父さんはね医者なんですけれど 元個人人を一人二人の病を治すより国の病を治したいという大きな望みの人ですからねいつかあの家族主義と個人主義とが新聞で騒ぎましたねあの時も父さんは東京のおじさんだのを坂田さんに応援して火の出るように敵と戦ったんだわ惜しいことに兄さんも奔走してくれたんですけれどいい期間がなくってほんの教育雑誌のようなものに載ったものですから 論文も名も出ないでしまって残念だからって一生懸命にやってますの確かあなたの先生の酒井さんはその時のあの敵方の大立物じゃなくってと不意に質問の矢が来たので血と孫ついたようだったがどうでしたかもう忘れましたよとけもなく答える別に狙ったのでないらしくでも何でしょうあなたはやっぱり個人主義でおいでなさるんでしょ 僕はまんじゅう主義で番茶主義です。となぜか気負っていって片手でまんじゅうを色気なくむしゃりとやって息もつかずに番茶をあおる。あれ嘘ばっかりあなたは柳橋主義のくせに。夫人は薄笑いの目をぱっちりとまつげをさえたように黒目がちなのでにらむようにした。ちょいとびっくりしてそだごらんなさいまだ驚かしてあげることがあるわ。 と振り返りざまにうしろむきにかたをねじてちゃだなのうえへてをやったかっぱつなみじろぎにしもがいのつまがすべったそのままよこずわりにみえもなくながひばちのよこからかたをななめにみをよせてかざすがごとくひらいてみせたわいやあとくほんをかいましたねせんせこれはなんていうのひやかしてはいけませんな 商売道具をいいえ真面目にあなたがこの静岡でドイツ語の塾を開くというから早いでしょもう買ってきたの伊能一番のお弟子入りよちょいとリーダーというのをドイツではレーゼウフ月謝が出ますぜレーゼウフあの何と 誠に打ち解けたもの入れせいぜい勉強したら名高い行手の「ファウスト」だとかシルレルの「ウィルヘルム・テル」でしたっけかねそれなんぞ何年ぐらいで読めるようになるんでしょうじ読めますと特本を受け取って片手で大掴みに引き上げながら「僕ぐらいには」という正し書きが入りますけれどだって いいえ、できます。あら、本当に最も、月謝次第ですな。ああだもの、とつと身をのいて叱るがごとく、なぜそうだろう、ちゃんとご馳走は存じておりますよ。茶だだの脇の襖を開けて、つんつるてんな着物を着た、二百八十軒の橋向こう、マリコあたりのさんらしい、十六七のおさんが、はい、奥様、 と生って言う聞いただけで利口な巣雅子はもうその世を悟ったらしい。誰か来たのはああら嫌なちょいと当分は留守と多いと言ったじゃないの。兄はいでござりますけんどお客様でござんしねえであれさものご副長の手代手でござりますだ。ああ谷人やのかい じゃあかまわないよこちらへと言いかけて力を見向いてかくまってある人だからおお <laughs> そっちへ行きましょうよえもんを直したと思うとはらいと木ばやに立ってつくばった女の髪をたもとではらってもういないときょとんとした顔をして女はあともしめないでのっそり引っ込むはて心得ぬ。 「これだけの構えに乳母のほかにあの女中ばかりであろうか」「主人は九州へ旅行中で夫人が7日ばかりの留守を彼だけではおぼつかない」「第一大勢の客の出入りに茶の給仕さえマリコは怪しいと」と早瀬は辺りを見回したが後で知れた留守中は里の抱え車夫が夜泊まりに来て昼はその女房が来ていたので」 昼飯の時に分かったのでは客へ地層は残らず電話で料理屋から取り寄せるもっとも賃客というのであったかもしれぬそんなことはどうでもいいが不思議なもので早瀬と夫人との間にしきりと行き来があったその頃しばらくの間はこの家に養われて中学へ通っている女性の美濃阿八の男が夫人が上京した後すぐに のの親が病気といいうので帰っていたこれがいるとたとえ日なかは学校へ出ても別に死災はなかったろうにさて夫人は谷屋の手代というのを隣のその十条へ通したらしい何か話し声がしているうち「早瀬さん力は夫人がここを出て大回りに行った通りに声も大回りに遠いところに聞き取って静かにそのあとをたどりつつ 返事が遅いと「早瀬さん」と近くまた呼ぶ今しがたかくまってある人だと冗談を言ったもの任数はいくつばかりあればよくって何です何ですあまり出し抜けでげしかねるあなたのお借りなさろうというお家よちょいとええー、そうですねほほほ話が遠いわこっちいらっしゃいよ <laughs> 縁側から。 縁側から夫人がした通りに茶棚の脇のふすま口へ行きかけた力は「菅所部屋の中を」とぐるりと回って苦笑いをしながら園芸を出るとこれは三足と隔てない次の座敷開けた障子に背中を持たせて立て膝の妻は不快が丸く肥えた肘もあらわに夫人は頬を支えていた朝から戸惑いをなすっては 止まったろあなたどうして?と」と振り向いた顔の花の色は眠の影へへへへ」と向こうに控えたのは呉服屋の手代なりウコンモ木綿のお風呂敷に浴衣がうず高い。